今川動画製作所。絶対ダメ、許しません。でも俺らだってやりたいんすよ。お願いします、俺らこのために今まで金貯めてきたんです。許しません、許可しません。はあ、何の騒ぎだ。頭からも兄貴の説得お願いします。説得？俺らどうしても炭入れたくて。いけません、ヤクザなんだから炭入れたっていいじゃないですか。ヤクザだからって炭入れ必須じゃありません。だいたい俺も小塚も入れてないでしょうが。牧村さんたちはいいんです。そうっすよ、あんま似合いそうにないし。カジっていうか、そもそもなんでヤクザだからって入れ墨入れなきゃいけないの。いらなくないそれ。別に入れるのが必須ってわけじゃねえよ。なんでヤクザが入れ墨かっつーと、大昔江戸とかそのくらいの時代に罪人が入れ墨されてたらしいんだよな。それもデコにバツとか稲とか、あとは腕に二重線とか。え、ひどい。その墨を隠すために上から別の墨を入れるようになったって話を聞いたことがあるが、本当だかどうだか。あとは験担ぎとかそういうのもあんだろ。それから無所内で身を守るため。それは知ってます。刑務所の中って結構危ないんですよね。特に一昔前は監視の目がないところで受刑者同士いろいろあったらしいし。だから組員だってわかるように墨入れとくんだ。組員に喧嘩売るバカいねえからな。だから俺らも入れといた方がいいじゃないですか。そうっすよ、いつ服役すっかわかんねえし。絶対させません。いい？二人を服役させるくらいなら俺が行くからね。俺が勝手に実施するからね。小塚の時やってるから慣れてるよ。本気だよ。だから悪いことしちゃいけません。兄貴、その脅しは卑怯じゃないですか。それに何度も言うけど、組員全員が墨入れてるわけじゃないからね。最近は入れてない幹部とか組長も珍しくないから。そこは牧村の言う通りだ。痛えわ、金かかるわ、面倒だわ。もし離脱しようとしたら邪魔になるわで、入れ墨自体のメリットはそんなにねえからな。墨入ってねえやつもたくさんいる。やっぱり入れ墨って痛いんですよね。前もこれ系の話したと思うが、痛さの度合いは場所によるし、電気針のマシンか手彫りかにもよる。皮膚の薄いとこは死にそうにいて、逆に腕とか背中はそうでもない。どのくらいですか？感覚鈍いところに電気針だと居眠りするやつもいるとかいねえとか。居眠り？その人ちゃんと五感あります？やってりゃなれるからな。俺の感覚だけどよ、電気針はガリガリ強く引っかいたくらいの感じなんだよ。もちろん針は皮膚の下に入ってるんだが、限界まで痛いって感じじゃねえ。その辺の話詳しく聞きてんすけど、痛みもですが費用とか具体的に確認しても入れさせないよ。野口さん、厳しい現実を伝えてください。めんどくせえな。入れ墨には手彫りと電気針があるが、最近一般的なのは電気針だ。専門の機械で1秒に80回とか、場合によっちゃ100回以上針を刺す。だいたい 1,2 ミリの深さらしい。最近はほとんどがこの電気針で、とにかく早いのがメリットだな。ミシンみたいなものすかね。そんな感じだ。海外じゃこのマシンで自分で掘るやつもいるし、腕に覚えがある組員が掘り師みたいなことやってる場合もある。墨は金かかるからな。組でやれりゃ楽だしよ。で、マシンは痛えにゃ痛えが、刺すって感じより引っかかれるって感じのが近い。剣山で細かく擦られてるつーと伝わるか。それでも普通に血出るが。なんとなくわかりましたけど、聞いてて痛いです。それに対して手彫りは手でやるわけだから、1秒に刺せて5回とかそんなもんだ。となると時間も手間もかかる。で、手彫りの場合は丁寧に深く掘るから、本当に刺さってる感じがある。頭のてっぺんに突き抜けるような痛さがあんだよ。うわ、なんか想像できたかも。手彫りで脇腹とか腕の内側なんかの皮膚が薄い場所は本気できつい。限界ギリギリの痛みだな。マジで痛いから泣き出すやつや途中で諦めるやつもいるとか。対処からやらなきゃいいのに。ただその分発色がいいとは言われている。電気針より針穴が深く広いから色がよく入るんだと。
で、どっちにしても1日に作業できる時間はそう長くない。掘り石だって疲れるし、痛みってのは体力を削るから1日1時間とか2時間しかできねえんだよ。やれてせいぜい週に 2,3 日1回2時間だから、広い範囲の墨だと半年とかそのくらいかかっちまう。野口さんくらいの広さの入れ墨だとどのくらいかかるんですか？俺は掘りかけで無所行ったからな、参考になんねえぞ。掘りかけ？あ、いますよねそういう人。俺も刑務所のお風呂場で会った人が筋彫りだけだったりしたよ。筋彫りっていうと絵の輪郭だけ？そうそう、若い時に掘ったらしいんだけど、何度か服役してその度に中断して、で、もうめんどくさくなってやめたって言ってた。痛いし高いし面倒だって。辻彫り自体が途中だったから変な感じだったな。背中じゃどうに見えねえから本人は気になんねえんだろう。最近じゃ頭みてえに手首まで入れてる人少ないですよね。まあ、クブ袖はあんまり多くないかもな。クブ袖？三分袖とかクブ袖とかそういう言い方するんですよ。ってことは半袖もある？それは多分五分袖って言い方すると思います。俺は送信彫りにしてもよかったんだが、めんどくさくなっちまったよ。送信は気合入ってますね。全身びっしりじゃないですか。全身？なんでそんな痛いのに。痛えけどよ、やっぱ骨格とかそういうの似てっから塗りつぶして気分になるんだよ。え？なんでもねえよ。費用はどのくらいかかるんですか？掘る広さで料金決める掘り師もいるし、かかった時間で決める掘り師もいる。ざっくりで言えば五分袖で 4,50 万とかじゃねえか。俺みてえのは総額いくらだ。背中と胸と肩と腕と200万はかかってねえと思うが。だっか、やっぱりお金かかるんですね。電気針でワンポイントとかなら 1,2 万だぞ。炭入ってるとレントゲンや MRI 取れないって話あるじゃないですか。あれってどうなんすか？レントゲンは問題ねえ。 MRI は取れるが要注意だ。要注意？たまに炭の色に金属の微粒子だかなんだかが混ざってるらしくて、そうすると MRI でうまく撮影できないし、金属が反応して火傷する可能性があるんだとよ。うわ、マジっすか。だから緊急停止用のブザーを持たされて MRI 取ったって話聞いたことあるな。ほらほらね、やっぱり入れ墨はいけません。 MRI 取れなくなっちゃうじゃん。取れなくはない。それでもダメです。てめえらの話に口出す気はねえが、牧村、この商売やってりゃ墨入れたくなる気持ちも多少はわかるだろ。別にいいじゃねえか、そこは好きにさせてやれよ。そう言いますけど、やっぱり入れ墨って日常生活に差し支えますよ。入れ墨のせいで野口さんとは人気の温泉宿行けないし、プールも行けないし、海水浴場も無理だし、行動制限めっちゃ多いじゃないですか。お前らだけで行けば？せっかくだったらみんなで行きたいじゃないですか。その気持ちはわかります。確かに頭はリゾート地とかついてきてくれないですもんね。そうなんだよ、なんか物足りない、空気が締まらない、寂しい。俺は引率の教員か？じゃあなんだ、レジャーに行けなくなるから入れさせたくないって？それもありますけど、そもそもこの二人俺の名前掘ろうとしてますからね。いや、だってそこは外せねえっすよ。そこを一番外してほしいんだけど。名前か、モテてえならやめとけ。え、考えてもみろ、いくら兄貴分でも野郎の名前掘り込んでるやつ女は引くだろう。いや、俺それでも掘りです。俺はむしろより一層入れたくなりましたが。ダメって言ってるよね。っていうか普通の感性してたら他人が自分の名前を体に掘り込むの嫌だと思うんだけど、なんでそこは分かってくんないの？俺がおかしい？とにかく絶対ダメです。以上。いいですよ牧村さん。あ、そうだ、名前じゃなきゃいいんですよね。いや、入れ墨自体ダメって言ってるけど何する気？牧村さんの顔。それだ、より嫌ですけど。
ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボ別館今川動画製作所のチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。